デイちゃん。ごゆっくり。最高の長文をお楽しみ。落ち着いた。どうですか景色は？あっちの方とか。みんな楽しんでくれ。ブロスも。いい景色。いい景色。これだけかい。あっちの方はどうですか？何が見えますか？俺に任せてもらえて甘いと語れるっつーの。鳥がいる。あっち、あっちすごいから。あそこからビアガーデンがいい。立っちゃダメって言った。立っていいんです。ここからなんじゃあさ、あっちはどう？あっち。一方、僕がこのターンに入っているのは、ドンキホーテ。ドンキホーテがあるね。じゃあさ、あっちはどう？でも確かにシュンさんは運がいいですよね。ハッピーバースデーデニース。サプライズ。そこは僕描きよう。ハッピーバースデーデニスと僕はね、グッズのデザインとかでもこれを作ってきたんですよ。どうでしたかサプライズは？めっちゃびっくりした。こんなことあるかと思ってなかった。そう、ずっと用意してたんですよ。だから、うん、今日ちょっとそわそわしてて、ね、ありがとう、はい、協力者は元気と達也。ありがとうね。ありがとうね。はい、ありがとうね。サンキュー。あれ作るの結構時間かかったんだよ。本当に？そう。めっちゃでかそう。家で作った？家で作った。そう、よかった。これね、実際ね、一人でね、就活終わってからここに乗りに来て。はい、どうも。ちょっとね、アメリカから彼女がね、日本に来るんですよ。なんで、今回ちょっとサプライズをしようと思って、今日はその下見に来ました。っていうのもね、今僕乗ってるんですけど、境にある、観覧車になるんですけど、この上からちょっとメッセージを届けてあげようかなと思って、で今大きな紙にメッセージを書いてる途中なんで、まあプラン的にはね、一緒に乗って下を見下ろせば僕からのメッセージが見れますっていうような、まあサプライズプレゼントになるんですけども、これね、僕一人で観覧車今乗ってるんですよ。このスーツ着ながら、これだいぶ痛いですよ本当に。予定ではね、ここら辺にメッセージを持ってね、友達に手伝ってもらって立ってもらっていたら、まあ、しっかり見えるんじゃないか。まあこうあってもらってですね。はい、もうすぐ地上に着きますね。あ、下には元気と達也が待ってくれています。見えますかね。ハッピーバースデーデニス。あ、キラキラだね。そうなんだよ。じゃあ降りますよ、もうすぐ。ご対面。ナイスピーチ。そうだよ。デイリーちゃんおめでとう。イエーイ、おめでとう。めっちゃ恥ずかしいから。本当？お前らなら全然耐えれると思ってたんだけど。大成功。また読みますね。はい。姉ちゃん、おいて。お誕生日プレゼント。開けて。
何ですか。ツイッターに書いてたから。そうで、それでいろんな色探したんだけど、結局アディダス自分好みが好きで、それならドレス水色の服とか、なんだろう、合わせやすいかなみたいな、赤も入ってて可愛いかなと思って。見てください、デリスハッピーバースデー。はい、じゃあ改めて誕生日おめでとう。ありがとう。泣いてるんですか。 Are you crying? Yes, you are. いいよいいよいいよ、泣きな。ハッピーバースデードレスだよ。バースデースーツってこのことだからね。主役。ケロケロ。いいえ。